こんにちは。修士なのに毎日投稿しているシュウマイです。今回は栃木県の宇都宮駅を紹介します。都道府県魅力度ランキング万年下位の市街地の実態はどうでしょうか。紹介すると言っても駅前を軽く散歩して餃子を食べて帰っただけです。パッと見での感想だけをお伝えします。私の想像よりははるかに栄えていました。鳥取駅の10倍ぐらい都会だと思います。飲み屋も多く、デパートもあるので不便ではなさそう。これで何もないなんて現代人は厳しいですね。電車の待ち時間で名物の餃子を食べました。タレを自分で作るのが変わっているなぁと思いました。店選びが悪かっただけだとは思いますが、味は普通の餃子と変わらなかったです。個人的には浜松の餃子の方が断然好みだと感じました。思っていたより都会といっても近くには東京があります。若い子たちが東京に出たがるのを強く理解しました。以上で紹介終わります。このチャンネルでは毎日観光スポットを紹介しています。よければ他の動画もご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。